ゲッターズ飯田の占いプレゼンツ、ゲッターズ飯田の一富士二鷹三億万。どうもゲッターズ飯田です。億万でございます。まずは、ゲッターズ飯田の占いを1年以上継続されている会員の方から届いたお便りをご紹介したいと思います。あー来ました。どうしたんですか。100万さん来ましたよ。来た、センスの塊。はい、名前のね、いつも名前やってくれる人ですよ。いやまあ危うく2冠でした億万ぐらい幸せにしてやろうか、倍100万さんですから。うん、いやでも前回の時多分行きそうでしたもんね。うん、もう100万さん2連覇なるかっていうところだったけど、さすがに連覇はってことで、ちょっと名前なかったら通ってたかもしれないね。あ、でもそれはあるかもしれないですね。名前伏せようか今度。来年。え、これ100万さんだったの？うわまただーっつって15連勝っつってあ、ってことは15年続くの？やるかい、そんなもん。15年やんのかなこれどうなんすか。15年後でも60年15年後でも引退せんよ。そうですよね、占い師って引退しづらいんだよねあ、難しくない？確かに。俺もういつでもやめていいんだよ、うん、お前とかがいるから働かなきゃいけない。家族とか。家族もいるんだよ。すいません、家族もなんともなんだよ、もういつでもやめたもんいつでもなったから。そうだよ、もうそうですよね。うん、だからもうちょいお願いします。だからこれ思うけどさ、そのお願いしますとかでないんだよそれ売れてる人たちみんなさ、背負ってる文句でやめれないとかさ、ね、みんな言うけどさ、それはベテランずっとやるのはさ、スタッフがさそっか、いやスタッフは自立でも大丈夫なんですよ。なっても、まあその若い人も次入ってきてその面倒見てたら、それはみんな辞めれないわと。それでチームで動いてたりとかしてるもん、そうそうそう、なおさらそうですもんね。辞めれた安室ちゃんとかすげえなと思う。あ、かかるよやっぱそれは。そうか、そう、嵐とか ね、そう、辞めれないよ。辞めたら背負うもん多すぎてさ。そんな100万さんから、はい、すいません、女性30代後半でございます。飯田さん、億万さん、スタッフの皆さん、こんにちは。以前ラジオタイトルを採用していただいて100万です。こちらこそありがとうございます。知ってますよ。今回もタイトル候補に選んでいただきありがとうございました。嬉しくて思わずメールしてしまいました。ありがとうございます。億万さんにはそういう仕事をしている人とまで言われて感動です。いや、してないんだ ね、そういう感じしますよ ね、コピーライター的な、うん、才能あるよこの人ね。そんな仕事はしておりませんが、いつも私を小バカにしてくる小太りの夫に自慢できることが一つできて嬉しい。違うよ、小太りの夫ってバカにしてるからバカにされるの人間の基本です。言っときますよ、人を小バカにする人間小バカにされるから。人を尊重する人間尊重されるからね。自分が小太りって言うから。そうよ、バカにしてくんのよ。尊敬して尊敬して。でも痩せてるよりもちょっと小太りぐらいの方がねいいと思いますよ。ガリガリの中年とかガリガリ、うん、まあいるけど悲しくなりますもん、うん、なんか心配になるよね。んなんかあの作家の郷さんいるじゃん、やっぱ痩せる時さ、はい、病気なのかなって。ちょっとね、もうやったたガリガリですもんね。ガリガリの心配になるよね。そう、ちょっと小太りぐらいいいと思いますよ。 ある程度の肉付きがいい方が。だってあれよ、あの七福神なんでみんな太ってんだよ。あ、ガリガリのやついませんもんね。ガリ福六十は福六十60は痩せてんのか。ちょっと細いですよね。頭が長い。でもさ、大体みんなお腹ポテト出てんじゃん。確かに。大人とか大人もさ、あ、釈迦様の像もさ、億万もそうですもんね。ちょっとね、お前ただ太ってるだけだよ。そうそうそう、何のご利益もねえ。でもヨーロッパの神様とかさ、地中海の方まで行くと筋肉ムキムキなんだよね。補正。ああ、そうだ。ギリシャ神話系の。そう、なんかこっちの方に来ると急に東洋の神様ってみんなポチャっとしてんだよね。そうだ。あの丸々としてるから、あれはお米を食べてるからじゃないかみたいな説あるよね。あ、穀物が変わるから。釈迦とかもね、なんか寝てますもんね、これ、うん、お腹そんなシュッと、うん、なシックスパックじゃないもんね。そうですよね。 あんまバキバキじゃないですもんね。風神雷神あの辺ぐらいだよね、うん、あの不動明とか怖そうなやつ。本当だ、そうだ。でみんなプチャッとしてるんだよ。どうですか100万さん、せっかくですから。うん、まあでもプチャッとしてるの可愛いなと思わないねえ。でもなんか自慢できることが一つできたのはどうだったんだろう、自慢したら。うん、でもいいんじゃないですか。すごいじゃんとか言われたんですかね、どうなんですかね、うん、でも小バカにしてくる旦那さんをどう足立って楽しむかがいいんじゃない。確かに。でもこれあれぶつかったら、じゃあお前やってみろってなるから。あ、いいの、小バカにするってことは実はちょっとぐらい小バカにしても100万さんは自分のこと愛してくれてると思う。油断でもあるし。のろけかよ、うん、そうかもしれないし。愛でも、愛、ちょっと大きい声出しちゃいました。愛いつも出してんだろ。でも愛ある証拠かもしれない。あ、いいですね。ちょっとぐらい俺がさ、ちょっとぐらいこんなの強く言ってもさ別に、はい、そうです、喧嘩になるわけじゃないじゃん。そこで愛あるとさ、
言いたいことも言っちゃう。あ、やっぱ愛あるんですか俺に、そうやって言うときは。ないです。ないんかい。さあ、東京都40代前半女性京ちゃんさんでございます。いつも木曜日のラジオを楽しみに聞いてます。そうなのよ、木万くんじゃん。木曜日の18時がね待ち遠しいのよ。木曜日は俺金曜日だと思ってた。じゃあ木曜日なんですよ。木曜日の18時、何にしろもうこれ1回で更新ちょっとあれだなと思ってますよ俺は。もう日曜と月曜にもやってよと思ってますよ。でもそうすると多く取らなきゃいけないですからね。もう難しい。何て言うの、落語家デビューしたの何しとんじゃん。俺がいるの何しとんじゃん。なんか生駒さんも何しとんじゃんって一人で完結せんじゃん。どうしたの、芸風変えてんの。木曜日のラジオ楽しみに聞いてんです。テイダさん、ありがとうございます。このラジオで初めて億万さんを知りました、声が素敵だなといつも思います。億万さんの生存確認続けさせていただきます。応援してます。ありがとうございます。今日も生きてます。私には弟がおり、4、5年前弟の結婚に反対をしてから両親を含め現在も弟とは絶縁状態です。え、反対をする理由も聞きもせず話し合うこともなく出ていきました。ゲッターズ飯田さんの占いによれば姉の私と同じ銀のカメレオン座です。ですが考え方も全く違い、彼の結婚後やはり歩み寄るべきかと思い数回連絡を取りましたが私には理解できない思考回路になっています。今後は変わらない彼を受け入れていくべきなのか、お互い踏み寄れる時期など何か一つでもアドバイスください。だからこの前会った人が20何歳だったかな、3、4歳で、まあ、めちゃくちゃ若いの、はい、でも俺の倍ぐらい違うからさ、俺もおじさんだからさ、22歳なんかしてみたらさもう早く見えるじゃん、組織とかじゃないのか、うん、もう結構元気だし、うん、でその知り合いと俺の知り合い結婚したんだけど、その子も正直そんなめちゃくちゃ可愛くない、普通なんだけど、でもなんかそれがすごいブサイクでコンプレックスだったみたいな、2人とも。へえ。40半ばからしてみたら、うん、どっちもよく分かんないし早く見えるよっていう。まあそうですよね、元気だったら確かに早く見えるし、うん、だからとにかくその子たちはその多分同級生とかにブスとか言われてんの。あ、同世代は多分その関係ないよ、そんな乃木坂とか見てるでしょ、うん、おじさんとか乃木坂とか見てないから、うん、分かんないですもん。分かんないからもう気にしないから、うん、いいのにって基準をさ変えていけばいいの。続きまして福岡県は30代前半女性かなさんでございます。いつも楽しく利用させていただいてます。今年36歳になる女ですが、女っていうのすごいな今年36歳になる女ですが、はい、顔は可愛いと言えず体型も肥満です。自分に自信がなく男性と一度しか交際したことがなく男性経験もありません。現在交際しておらず好きな人もいない状態です。私は結婚して家庭を築き子供を授かることができますか。おお、かなちゃん外見に自信がないなんてさ